こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。先週は国防省による砲弾供給の対慢をめぐり、ワグネルがバフムートを去るの去らないのと大混乱の日々が続きました。プーチン大統領により、バフムートでの戦闘命令とともに十分な砲弾の供給が約束され、管理責任者としてスロビキンが指定されました。これにて一件落着かと思われましたが、 ところが、本日5月9日になっても、まだ砲弾は届いていません。プリゴジンは部下に次のように語っている動画をテレグラムに投稿しています。砲弾が来ないからバフムートを去るという件について、大統領はワグネルに厳しい指示を出したが、その担当者は1日経っても今のところ要件を満たしておらず、会議を開き、お茶を飲み、前立腺マッサージに行き、 それらすべてのプロセスを踏んでいるところだ。従って明日もし砲弾が来たらバフムートで前へ進もう。いいな。ちなみにこの担当者はトップではなく中間の役人を指しているとみられます。さらに野戦執務室でカメラに向かってこう述べています。戦勝記念日おめでとう。祝日ですから台無しにはしません。 戦勝記念のパレードが終わる10時40分ちょうどに、砲弾に関する状況を私が語るビデオを公開します。そして先ほど、そのビデオがワグネルのテレグラムにアップされたところです。次のようなコメントでした。5月8日夜の措置の後、申請の10%を受領しましたが、新しい申請文は引き続き、編集及び削減されています。 セルゲイ・スロビキンの任命は前向きなことですが彼は問題を解決するための全ての力権限を持っていなければなりません誰もが一度でスロビキンの言う通りにしていたら私たちは前進し続け今やウグレダールスラビャンスククラマトルスクをとっくの昔に後にしていたことでしょう すでに占領できているはずですと。オーケストラ、ワグネルは必要な武器と弾薬の発行問題が解決されている間、さらに数日間、バフムートにとどまります。決定を下す者が戦争に勝つことを望むなら、彼らは私たちの申請書を受け取り、それを20%増やすでしょう。むしろ上乗せして供給してくれるでしょう。 ロシア国民を滅ぼすという犯罪に従事しているのはほんの一握りの人々ですさてスロビキンは兵団組織を掌握できるでしょうかミジンツェフは手を焼いて変えられなかったわけですからかなり闇が深いとみられます引き続きこの数日間で何が起きるかに注目です砲弾の不足に関しては以上です 次に話は変わりますがプリゴジンの予言が的中した出来事が起きていますのでご紹介します4月16日のライブでこの紛争の行方とロシアが取るべき選択についてプリゴジンが見解を発表した論文「フェアな戦いあるのみ合意はない」の内容をご紹介しました17日のブログに文章を掲載しています その中で彼は、ロシア国内のディープステート勢力の中から、ロシア軍は世界最強なんかじゃない。この戦争は間違いだと、誰かが言い出す。と予言しました。そしてまさに今日、ロシアの新興財閥、オリガルヒの一人、不動産実業家で、全ロシア企業家運動の会長を務めるアンドレイ・コバレフ氏が8日、 政府のウクライナ侵攻が自国にもたらした結果を批判したと CNN が伝えています一部を抜粋要約しますとコバレフ氏はウクライナ侵攻以降にロシアがこうむった大きな損失を指摘侵攻当初に到達した地点からのロシア軍の撤退クリミア大橋の爆発クレムリンロシア大統領府に対する無人機攻撃などを挙げ これは特別軍事作戦ではなく、ひどい戦争だ、と述べた。一部のロシア人の間では、つまずきの多い信仰の今後の行方に動揺が広がり始めている兆候がある、と伝えています。まさにドンピシャリ、プリゴジンが予言した通りです。さらにこの論文の中でプリゴジンは、ディープステートがロシアに、 一見落ち着いいいたソフトな合意を迫るだろうと書いていますそれはロシア国内に平和の機運と沿線の空気を作り90年代のようなリベラルの風が吹く中でモスクワの求心力を弱めロシアをさらなる小国へと分裂させていきます。ちょうど昨日 今月末に100歳を迎える元米国務長官のヘンリー・キシンジャーのインタビューが公開されました。彼はその中で、中国が交渉に入った今、すべてがうまくいくだろう。今年の年末までにウクライナでの戦争を終わらせるための交渉が始まるでしょう。と述べています。これもプリゴジンの予測通りです。 ちなみにプリゴジンはこのソフトな合意に乗ってはいけない、正々堂々と戦うのみだと述べています。プリゴジンという人物については、洗練された資料深い大人の政治家や将校がお好きな方には、その性格や物事の進め方は受け入れ難いものがあるかもしれませんが、このあたりの動物的な感と、 現実的に膠着を打開するパワーは驚かされます。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。See you.